ん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。この授業は中級の15課31番目のビデオ、単語の119番からです。もし、この中級のね、15課が難しいと思ったら、このビデオ、私のまさみ先生の日本語教室タイトルをタッチしてサブスクライブして動画ビデオのリストに行って少し前のビデオを見てください。今日の授業はこのね JLPT の N2 ぐらいのビデオです。でも前のビデオね、古いビデオにはと N3、N4、N5 のビデオも全部ありますから、よかったら古いビデオもたくさん見てくれると嬉しいです。ではですね、今日のね今日の教科書ですね。みんなの日本語。大河でやっぷんゆ、ダジャーダールーユ。みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3を使っています。台湾バージョンじゃなくても、日本語のバージョンでも同じ内容ですから、安心して一緒に勉強してください。で、今日は、15課のこのね、単語のリストね、ずっといろいろな単語をやってきて、今は、119番ですから、ここですね。78ページのこのあたりですね。このあたりをやっていきます。ここですね。では、今日の単語は何でしょうか？ね、登場。ね、何々が、まっすぐ引けない。何々が登場するですね。自動詞ですね。があるからね。何々が登場する。他動詞にするには、詞役形で、登場させるがいいです。見る、見せると同じような関係ですね。それから、ご存知ですね。そして、人材。スタート。スタート、とても簡単な単語ですが、この1、2、3、4、4つをやっていきたいと思います。じゃあね、少しずつ、ゆっくり、丁寧に説明していくので、一緒に楽しく勉強してください。まずは、何々が、登場するですね。登場というのを皆さん見たことがありますか？の登場。よくテレビの CM ね、コマーシャルフィルムなどでも見る言葉です。新登場。新は新しい。新幹線の新ですね。新登場とかあります。で、どういうことか。同じ意味の言葉は、出現する。現れる。出てくる。全部自動詞ですが、なんか前にありませんでしたが、今ありますとか、新しく出てくるときですね、に使っていきます。例えば、これ例文ですね。映画に木村拓哉が父親役で登場したですね。で、これはこの映画は、まあ今ね、私は、かな、私にとってね、新しい映画ですね。で、新しい映画をこう見ています。で、そしたら、新しいというか、初めて見る映画ね。で、初めて見る映画を見ているときにですね。で、この中の、お父さんの、まあ、役ですね。ロールね。ジュエスだよね。父親役でね。お父さんの役で、これね、木村拓哉、皆さん聞いたことがありますか？昔はスマップのアイドルをやっていた人ですけど、木村拓哉の、もしわからない人がいたらちょっとググってください。日本ではみんなが知っている有名な男性の芸能人ですね。歌を歌ったりとか、今は俳優の仕事をたくさんやっています。でね、木村拓哉はね、キムタクですね。こうやってカタカナでね、キムタクと言いますけどね。これニックネームですね。みんながキムタクと呼んでいます。木村拓哉ってフルネームで言う人は少ないですね。で、キムタク。で、映画にキムタクが父親役で登場した。で、意味はこの映画の中に、そのキムタクがですね、父親の役で出てきましたですね。登場した、出てきましたという意味です。うん。で、次ですね。先月、トヨタから、トヨタは自動車のね、車の会社、自動車の会社です。先月、トヨタから新型車が登場したばかりだ。ですね。新型車、新しいタイプの、新しいデザインの車ですね。新型車が登場したばかりだ。ばかりというのは何々したばかり、たが前にね、竹使って、た、ばかりで、ガンガンの意味だよね。ちょうど、ちょっと前にの意味です。したばかりです。ですね。そして、次行きましょう。
今日ちょっと今日ねとても寒いんですけど、香港ね。で今うちの中ちょっと暖かくするためにヒーターとかを使ってたら、なんかアレルギーみたいですね。鼻がかゆい。少し乾燥してるからかもしれない、うん、くしゃみしたらごめんなさい次いきます。120番、ご存知ですね。ごはご両親とかご飯とかご結婚とかごですね、丁寧にする言葉ですよね。でこれは相手を尊敬するために使うんですね。自分には使わないですね。ですからこれはご存知、存知というのは死は知っているの意味ですよね。ですからこれ尊敬して知っているですから、あなたが知っているですね。知っているの尊敬の言葉です。先生はご存知ですとか、社長はご存知ですかというふうに使っていきますね。でご存知ですか、意味は知っていますか、あとご存知の通り、これよく使うんですね。皆さんがよく知っているように、 as you know、 上層上知とかの感じのスピーチとかプレゼンでも、あとレポートを書くときもよく、あとは誰かに、社長とかに話すときも使いますね。それからご存知かと思いますが、自分の何か意見や考えを言うときとか、相手に何かを伝えたいときとかに、多分あなたは知っていると思いますが、ご存知か、実はご存知だでもいいですね。ご存知だと思いますが、ご存知かと思いますが、なんかこうクッションですね。多分あなたは知っていると思いますが、例えば今朝、例えば日本で大雪が降って新幹線が止まっていますとか、なんか相手にあなたは知っていると思いますが、こんなことがありましたというふうに言うとき使うといいです。うん、ご存知ですね。次行きましょう。121番、人材ですね。で、人材は、人のことですが、でも人と言ってもいろいろな使い方があります。ここではですね、労働者、働く人ですね、工場で働く人、建設現場で働いている人なので労働者とか、あと会社や店のね、従業員や社員のことですね。で、人的資源ですね。リソースね。ヒューマンリソースのことを人材と言います。で、人材と一緒に使う、例えば形容詞だと、優秀な人材と。ね、優秀な人材が必要です。ですね。優秀なというと、能力が高い、有能なですね。よく働くとか、頭がいいですね。優秀な人材が必要です。まあそうだね。それか、動詞は、例えば人材を育成します。育成、育は教育の育ですよね。育てるという意味です。だから人材を育てます。人材を育成すると言います。私の仕事も、日本の会社、日系企業で、で皆さんにね、日本語の授業して、で、皆さんがもっといい仕事ができるように、仕事がもっと楽に、また効率的になるようにね、の人材を育成する仕事、私の一部分の、ね、仕事ですね。で、次です。122番、これ最後ですね。何々をスタートする。あ、実はね、がでもいいですね。何々がスタートする。スタートは自動詞にも他動詞にもなります。例えば、コンサートがスタートする。コンサートをスタートする。どちらでもいいですね。で、意味は始める、開始する、着手するですね。で、これね、始める、開始するは特に問題ないと思いますが、着手するなんですけど、手というのはもちろん手ですよね。漢字見たらわかるね。手。で、手を、例えばね、これがプロジェクトですね。何かの仕事に。で、手を、着というのはつけるという意味なので、手をつける。意味は、この仕事を始める、スタートするという意味で使う言葉です。例えば、私たちのチームでね、our team ね。私たちのチームは、来週からこのプロジェクトに、に使ってください。プロジェクトに着手します。それから、例えば、大学の学生さんですね。で、皆さんってね、皆さんもうすぐ卒業ですね。もう卒業論文、ね、グラジュエーションリポート、ね。卒業論文はもう書きましたか？
のそろそろね、あと、4ヶ月後に卒業ですから、そろそろと卒業論文に着手しなければなりません。意味は start doing でね、と卒業論文を書き始める、ね、卒業論文に着手してくださいとか、それから、あと何に着手しますかね。例えば建設、例えばこの、建設会社、ね、コンストラクションカンパニーでね、建筑公司企業ですかね。で、この、建設会社はね、土地を買ってですね、でもビルもデザインしましたが、と来年までですね、この建設に着手しません。着手しない、つまりこの、建築をスタートしませんという意味ですね。こんな風に使っていくことができます。で、と今日は122までやりましたね。とね、明日の単語はですね、明日は、匿名プロジェクト、脚本、脈拍が上がる、だいたいこのあたりの単語をやっていきたいと思います。今日はね、見てくれてありがとうございました。またぜひ明日一緒に勉強しましょう。あ、そうだ、このビデオの初めに言おうと思って忘れてました。皆さん、1月、今年ね、2024年の1月1日の午後に、石川県の能登半島でとても大きい地震があって、で、私もすごく悲しくてね、何かできることはないかなといつも思ってるんですけれど、今回は、今はまずは多分みんなができるのはまずお金かなと思って、で、ニュースで見たんですけど、台湾からの義援金が26億円になったんですよね。なんで26億円っていうと、本当にすごい額で信じられないぐらいたくさん集まって、なんか13万人以上の人が、なんかファミマとかね、ファミリーマートね、ファミマとかセブンイレブンなどを通して寄付してくれたそうです。こんなにたくさんの現金を寄付してくれて、日本のためにね、助けてくれて、本当にありがとうございました。皆さん、知っているでしょうか。前の首相のね、安倍首相という人、前に亡くなったんですけど、安倍首相が台湾で大きい地震があった時に、日本から台湾に義援金を送ったんですけれど、でその時に安倍首相が、なんていうかな、これ、ね、台湾有事は日本有事っていう言葉を残したんですね。で、実際そういうふうに感じていて、皆さんがね、助けてくださったこと、本当に嬉しく思います。どうもありがとうございます。じゃあですね、また明日一緒に勉強しましょうね。お疲れ様でした。じゃあね、またね、バイバイ。